はい、ともゆうたです。本日はですね、茂原ツインサーキットにやってまいりまして、以前、走行した GR ヤリスサーキットチャレンジっていうやつの期間限定で GR86 が乗れるということで、もう早速来ました。普段ね4駆乗ってるんで、ちょっと FR でサーキットあんまり経験ないんで、ちょっと4駆乗りがどれだけFR を扱えるかという感じで、ちょっとアタックしていきたいと思います。はい、モデルの方が SZ というやつですね。 RC、SZ、RZ の順でグレードがありますけど、 SZ というやつです。ちょっと細いな、俺にとっては。まあ質感はまあいいね。足元もね、結構ね長くて、テレスコも全開だねこれはいはいはい、なるほど。86、多分 SZ のフルノーマルなんですけど、タイヤがね、AD09 ですね。ネオバです。で、結構いろんなサーキットを渡り歩いてるみたいで、結構タイヤは減っちゃってるみたいなんで、はい、これがまた052とかだとね、結構グリップ違うと思うんですけど、セットだけど18インチ履いてますね、これ。ビューも結構かっこいいです。僕ちなみに VAB じゃなかったら何買うかって言われたら、今だったら GR86 ですかね、買うとしたら。もうね、ターボ車は乗りたくないもう飽きた、飽きたというか維持がめんどくさい。トラックモードとやらでちょっと行ってきます。
い、今走行が終わったんですけど、いや難しい。とにかくまあ、AD09 で215幅っていうのもあるんで、あのグリップしないのはもうもちろんのことなんですけど、それでもねオーバー出まくり。もう多分映像を見てもらえばわかると思うんですけども、ケツ振りまくりで、ちょっとのアクセルコントロールをシビアにやらないと、であとアクセルが多分早いんだよね、入れんのが。なんでもうねすごかったね、暴れまくって。いやー、やっぱね、自分がいかに普段どれだけ四駆に助けられて運転してるかっていうのがわかりますね、本当に。いやー難しいな、FR。 いやむずい。この後ちょっとカートやりに行こうかとは思ってるんですけど、いやむずいなぁ。53秒061だってよ。これがでもまた052の255とか265幅になったらガンガン踏んでいけると思うんで、だいぶ違うとは思うんですけど、まあね、このフルノーマルでちょっと52入れたかったな。多分上手い人が乗ったら1秒以上早いんだろうな、51秒台とか出ちゃうんじゃないかな。で、この86は期間限定なんで、ホームページに公式のランキングとか載らないので、一応53秒061です、僕のベストタイム。一応ちょっとここに画像を載せておきますね、ラップタイムの。なんでちょっと公にタイムが出ないので、皆さんの僕のタイムを基準にしてもらって、遅い早いは別ですけど、僕より早いのか遅いのかっていうのを参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。いやー、ちょっとね、バケットシートじゃないし3点ベルトで体動きまくっちゃってっていう言い訳させてください。すごいしんどかった、体、膝が痛い。ここの左の膝でこう押さえてたから、もう痛いよ。いやー難しいけど、あんだけ自由にこう車が動くと楽しいね。我慢したり、こう繊細にコントロールしたりっていうことをしないといけないんで、 VAB ではなかなかできないんで、すごいちょっと面白い経験でしたね。はい。で、前回 GR ヤリスの時はトートバッグもらったんですけど、このティッシュ、今度はちょっとティッシュにしてみました。はい、ティッシュね、こういうのあったらちょっと車でね、いざという時に使えますから。何に使うとは言いませんけど、はい、大事です。はい、という感じで、以上になります。はい。